阪神タイガースさん、ポストシーズンの先発が余ってしまう。こちらすでに貼られた成績、バケモンとなっております。大竹は格変やしか3枚は都合以下の雑魚やん。大竹が夏以降失速してんのが気になるわね。防御率1点台はボイス。伊藤がたまにある炎上したら危ないな。これマジで計算できるのが伊藤しかおらん。青柳いらんやん。西は坂本と組めばまだいけるが、不純が復活したからウェゴ前は硬い。先発が余るすればフラグになるからやめとけ。最近は中継ぎ適正高そうに見える投球スタイルほとんど言う朝やし、全体的に勝ち星少なくね。岩崎がぬっすしまくったんか。10ゲーム差上差をつけたらアドバンテージにでええやろ。もし今年の阪神負けたら決断やぞ。 CS 制度千賀2世を中継ぎには回せんから、西純がやれ。西は中日にしかまともに勝ってないから使わんやろ。4人しかおらんやん。飛ぼうっていうほど再起より上か。ひいきチームの成績にちなんだ暴れ方をしてください。甲子園って結構地の利活かせるよな。他球団はスラッガー持てるけど甲子園はスラッガータイプ苦手やし、阪神はスラッガー以外を揃えれば他球団よりも有利になる。西不純がどっちに転ぶかわからん。勝てばヒーロー、負けても普通の時は高騰しがちのようやけど。ご視聴ありがとうございました。